どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は今まで旬ダイアリーに出演していただいた就活生の4人の方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。就活生の悩みを打ち明けよう座談会を開こうと思います。ゆるい感じで今日は見ていただけたらなというふうに思います。皆さんこんにちは。武蔵野大学工学部建築デザイン学科4回生の馬場健太郎と申します。現在21卒の就職活動をしておりまして、現在26社ほど受けさせていただいております。主に建築関係ですね。よろしくお願いします。バラマツこと松原咲です。筑波大学の修士1年生です。就活6月から始めて最終選考に進もうとしている段階なんですけど、一社に決められずに悩んでいる状況です。よろしくお願いします。慶応義塾大学小学から来ました、韓国人留学生のイ・ヒョンスンと申します。私は広告代理店を主に受けようとしていまして、これからこの成功に向けて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。津田塾大学3年生の小倉瑞希と申します。私はまだ3年生ということで、次の3月から本格的に始まるということなので、企業研究であったり今は業界を絞らずに広く見ている感じです。よろしくお願いします。ちょっと今日座談会っていうことで、初めてお二人に会うっていうことがあったので、軽く知っていただこうというつもりで資料を作っていきます。すごーい。すごーい。いつものことなんですけど、こういうのは苦にならないっていうのなの？就職活動していると、やっぱ書類で落とされることって、たくさんあって、自分を知ってもらえない状態で落とされてしまうっていうのが、最終面接で落ちるよりショックというか、出さないで損したって思うのが嫌なんで、とりあえずやろうかなっていうところですね。なんか共感はするけど、行動に移そうとは私は思わないから、本当に強みなんだろうなって思う。ありがとうございます。今2月ということで、3月に本格的にこう情報が解禁になるじゃないですか。あと1ヶ月っていう期間をどういう風に過ごしたらいいのかなっていうのが悩みです。わかる。確かにね。どうですか皆さん。3月にスタートってなったら、いろんな業界を見るよりかは、まず自分の理解をちゃんとやっておけばよかったなって結構後悔してるので、自分で考えるのもそうですし、いろんな就活生と話してお互いの深掘りをし合う時間とかを、今からでもできるんですけどっていうのは思ってます。僕も田中さんと同じ意見なんですけれども、今まで結果が悪かったっていうのもあって、どうしたんだろうって考えた時に、自分がそもそも何がしたいのかとか、本当に何が得意なのかっていうのがちゃんと分かってなかったっていうのもあって、1週間いわゆる自己分析といいますか、深掘った結果、将来的にこういうことをしたいんだっていうのが分かったので、これからって感じですね僕は。なのでそこに合わせていろんな企業とか業界を見ようとしています。オンライン面接でも対面でも、面接ってなると真面目になっちゃうというか、以前初代の動画に出演した時も真面目で静かな子みたいな感じになっちゃってるなっていうのを気づいて、本当の自分じゃないんですよね。ふざけてる感じだし、変なこと言うし、それが自分だけど、どこまでそれを出していいのかがあんまりわからないというか、あれこれって本当に自分として評価してもらえてるのかなとか、入った後でミスマッチにならないかなっていうのが。他の皆さんも面接の時に取り繕ったりするんですか？硬くなってしまって、面接官がすごくいい方だったので、もっと緩くていいんだよってなんかすごい変な質問をしてくださったんですね。そしたらなんかもう親しい方って思えばいいんだと思って、カジュアルというか、そしたら自分なんか笑ったりとかできたので。でもそっか、友達とかじゃがいもみたいなよく言いますねなんかそういう感じで思えば確かに僕も実際面接の場でも言われたのが、あまり真面目そうに見せなくてもいいよっていうか、だからこそそれが本当のイーさんなのかわからないっていうフィードバックをいただいたので、そこで思ったのが、フラッとした感じを出した方がいいなってすごく思いました。だから我々は半々ぐらいですかねっていう。どうですか？自分はすごい嘘つくの下手くそで、その時なんとかやり過ごせても、後々で絶対にボロが出るっていうか、結果的に良くない方向に行くんで、もう嘘つかないって決めて勉強するとか。本当に嘘つけないかチェック。自己 PR してくださいって言われてエピソード言う時に、本当にもらってない事実を言えるのか、多少持っちゃうのか、そこら辺はどうですか？もらわないですね。というのも、持った時にそこに食いついていただくと、さらに嘘になるわけじゃないですか。それは怖いですね。そういう失敗があったんで。
なるほど。でも誠実ですね。俺全然もろいからな。例えばですけど、私が部活を続けてた理由何ですかとか言われたら、純粋に楽しかったっていうのが答えだけど、きっと面接官はその答えを求めてないって思って、例えば高校でうまく結果が出なかったから大学でもっと高いところを目指してやりましたって言った方が、絶対相手から評価高いって分かってながら、いや楽しいからです以上とは言えなくて、でもなんかそこにちょっと葛藤もあって、楽しいって裏になんで楽しかったのかとか、さらに深掘ってどういうところが楽しかったのかってきっかけになったのが多分出てくると思ってて、深掘れば真面目な答えにもなれるんじゃないかなって勝手に思ってしまいました。すいません。なんかすごい。そっか、楽しいからじゃなくて、なんで楽しいまで深掘ると、う、ね、もう少し自分の本当の思いが言葉として伝えられる。まあ、楽しかったらいいと思うんですよ、多分最初は。でそれをまずバシッと言って、でその言った後にこう、なんでって聞き返されるのを前提にずっと思ってるってよくないなと思ってて、それこそ受け身になっちゃうと話が飛んでこなかった時にもう広がらないじゃないですか、そこで。なんでその楽しかったの言い方をこうちょっと引っかかるようなところを入れると、向こうから聞いていただけるのかなって思って。何もしないで言うと結局話せずじまいで終わっちゃう面接とかすごいあったんで、そこはちょっともったいなかったなって思います。楽しいっていう感情が嘘なんじゃなくて、うん、そう思う理由があるっていうところをちゃんと伝えればいいってことですね。もう一回やりたい面接が10個ぐらいありますね。めっちゃあるね。めっちゃある。差別化を図るためには自己紹介を何をどこまで言えばいいのかちょっと気になって、僕自身が面接の自己紹介を意識しているところとしては、学内でやってたことと学外でやってたことを2つ出すようにして、この時期なんで学校での活動があんまり行ってできてないとかだと、じゃあ学外では今何やってるのとか、しかもその会社によって割合を変えるみたいなところもあって、建築僕はやってるので建築関係であれば学校内で力を入れたことを強めに話して、逆に建築から少し離れたよってなった時は人柄をしてもらうためにその学外の活動をちょっと多めにするとか、構成する要素が2個ぐらいあってもいいのかなって。なるほど。広告的な感じだと思いますね、自己紹介は。でその後の会話でその広告に関する人柄とか自分がどう思ったかみたいのを多分話すようになってくるので。なるほど。いや、ありがとうございます。採用だったのじゃないですか。5ヶ月前ぐらいに一番自分らしい自己紹介を見つけたんですけど、うん、おー、そのフレーズがいいですね。そのフレーズいいね。修士1年生の松原咲です。得意技は一国道です。もしよかったら披露させてくださいっていう、以上っていう感じです。なるほど。突っ込まざるを得ないですよね。スルーされたこともあるんですよ。はい、わかりました、じゃあ行きましょうみたいな感じで、あ、披露できないっていうのもあって、波長が合う合わないっていうのは一国道で一国道センサー一国道めっちゃなった時はもうその後の話とかも自分もなんかリラックスしてるっていうのもあって披露させていただいた。ちなみに一国道以外もあるんだよね。綾瀬はるかの声真似とローラの声真似とハム太郎の公子くんと一国道で、もし世の中の人が公子くん好きだったら披露してもいいですか。お願いします。じゃあいきます。コスモス。似てますよね。うん、似てる似ますね。めっちゃ似てる。序盤の方からもずっと最終選考まで行ってもオンラインだったんですよ。建築なのでプレゼンをするような機会があって、やってみたものの反応的にもいいのか悪いのかがよくわからないし、自分の中で手応えがなくて、かつ、まあ、なかなかその企業さんに後でどういった経緯でこの選考結果になりましたでしょうかっていうのをこうお聞きする際にも、まあ、ほとんどレスポンスでもらえないんですね。手応えを得るために意識していることとかがあったらお聞きしたいなと思うんですけど。本当に手応えないですよね。どこが良くてどこが悪かったかもわからないんですけど、でも意外と手応えがなかったところが通ったりするので、一番気にするのは相手の表情とか、最初よりちょっと微笑んでたりとかしたら良かったのかなって思ったり、表情とか情熱伝わる、こうなんか音声ティーンですか、
が一番重要になってくるんじゃないかなっていうふうに言われてまして、というのも動画としてもマイクを通してスピーカーから出るとかカメラから通して画面に映されるみたいなので、こういう空気感が断絶されたまま伝われるので、だからそこで何が伝わるのかっていうと画面とか音声なので、そこでこう見せるとことちゃんとした声とか目をキラキラするとか、じゃあめっちゃキラキラしてるよね、っていうふうに、なんでボディーランゲージはめちゃめちゃ僕も大げさなぐらい首をめちゃめちゃ振るとか、テレビに映ってる人って結局その撮られるプロだから、お手本として見てみるといいよっていうのをいただいたんで、大げさなぐらいじゃないとむしろもう伝わらないのは間違いないなって。そうだね、オンライン特有ですよね。そうですね。え、皆さんほとんどオンラインですか？私 99% ぐらい。 99%? 99%。 僕も、はい、僕も9割ぐらい。すごい時代だよね。普通だったらドア叩いて失礼します、はい、手順もなくパッてついて、あ、じゃあなんとなく始めますみたいな感じなんで、自分の中でスイッチ切り替えるのもなかなか難しいなって。すげーですもんね。5分前まで洗濯干してて、面接行くかみたいな、うまくスイッチの切り替えするのが難しいとか。どうやってやってるんですか皆さん、スイッチ切り替えは。スーツ一応着るので、僕はしない方がいいかなと思ってて、オンってこうがっつりして緊張して面接を受けるっていうのがオンだとしたら、別にオフのままで受けてもいいんじゃないかなって思いました。確かに取り繕わないっていう点ではね。今コロナとかでオンライン面接になるってことは友達がいなくなるよね、就活仲間というか、うん、結構でかい悩みだなとは思った。本当に悩みをぶつけられるとか、今この専攻進んでていて情報共有をめちゃくちゃしてる人って一人もいないかもしれない。え、じゃあみんなどうしてるの、そういう時って。不安じゃない？悩みがある時聞く友達とか、どこまで進んでる気軽く聞ける友達もいるんですけど、一緒に ES 書こうとか一緒に対策しようっていうような仲間は周りにいないんじゃないかなっていうので、ES とか結構独自でやるか、もう社会人に相談するかの二択で、で答えが分かんないから社会人だとみんな正解だと思っちゃうから、逆に自分ってどう考えてるんだろうっていうのを見失うみたいなのは結構したくなって、結局どうすればいいんだろうって思って。アプリで抹茶とかあるじゃないですか。あ、それを使ってる友達が結構、私の友達は結構狙ってるところがバラバラなんですよ。で、一人だけ同じような業界を見てる子がいて、その子とはまあ家も近いことがあって、その子にはじゃあ相談できたりはするんですけど、業界が違うと全くやることもなんか違うってきちゃうじゃないですか。だからもうそこは割り切ってそれぞれの分野で頑張ってるかなみたいな。そうですよね。就職活動に難航した先輩がいるんですけど、まあ、その先輩が言ったのが、社会人とか先輩だったらもう終わってる人が多いんで、もう迷惑なのかなって思うぐらい積極的にアプローチ仕掛けてみて、もしダメだったらもう仕方ないけど一応やってみてって言われたので、そこなんか仲間作りも同じなのかなって思って、そういう風に自分からアプローチをかけるのが大事なのかなって、まあ、思いましたね。自分も最近ゆったり聞くのただですからね。そうです、よく言いますよね。オンラインの一番の良かったところとしては、身近な友達となんか変わりにくいじゃないですか。だから周りの5人の平均が自分になるって言われてるから、自分より成功してる人とか就活の1個上の成功した先輩とかと密に関わることもできると思うんだよね。自分からメッセージ送ったりとか、オンラインで自然と資産も上がるし、生きてるコミュニティが大学じゃなくせるなと思うんだよね。だから積極的にメッセージ送ったりとか、お願いはただっていう馬場君が言ってたけど、その通りだなと思います。じゃあ最後にコメントとかで、もしくは僕がリアルに会う就活生とかで、みなみさんめっちゃ怖いですねってよく言われるんですけど、どう思いますか皆さん。実際に会った感じとコメント欄のちょっと感じは違います、ね。確かにね、文面だと怖いよね。正直私もなんか会う前はちょっと怖いなと思ってたんですけど、うん、お会いしたら真摯に話を聞いてくださいますし、全然怖くなかった。おお、言わされてない？結局自分が本当に悩んでる時って、まあでもなんとかなるよって優しい言葉とかかけられるよりも、本当にそれでいいのとか言ってくれる方が
すごく本質的だし、言葉がストレートすぎて怖く見えるかもしれないけど、本当に向き合ってくれてるなっていうのを感じたから好きっていうの でしかも撮影の後に個人でこうやり取りさせていただいた時に、質問投げかけたやつの答えどうなのとか、それ見つかったらまた連絡してねみたいなのも好きの切りでやってくださって、動画のためのとかじゃなくてちゃんと向き合ってくださってるんだっていうのに気づいたから、本質に向き合ってくださってる方っていうので全然怖くない。みなみさんの尊敬できる部分でもあると思うんですけど、すぐ横にいてよしよしってこう常にこう励ますとかそういうことじゃなくて、とか遠いところにいるんですけど、僕らがそれなりの熱量を飛ばすとそれでちゃんと打ち返してきてくださるところが、解決策を探している僕らにとっては具体的な案がほぼ確実に返ってくるっていうところがすごいためになるなと思います。そういう人ばっかりだと人によっては心折れちゃうと思うんですけど、一人いてくれるだけで全然違う。みなみさんと話して曽和さんで癒やすというか、アメとムチだよね。バランスがすごくかったですね。みなみさんだったら泣いて帰ってくる。確かにね。じゃあ今日の感想を一人ずつ。保護者対面のような感じで、こんな深い話をできると思っていなくて、話したことでなんかすごいホッとしたりとか、安心した面がすごくあったので、こういう機会またあったら。はい、ありがとうございました。僕も自分が持っていった質問なんですけど、に対して皆さん本当に真剣にというを教えていただいたりしたので、仲間たちって大事だなっていうことを改めて感じましたね。フラットな立場で話せるっていうのはすごくいいなって思ったかな。なんかわかんない、このモヤモヤわかるみたいな感じで聞いてもらえるだけでも嬉しいというか、そういう仲間が就活に限らず近くにいるのはいいなって思いました。僕もやっぱりこういう風に就活の中での横のつながりがこの時期であんまなかったっていうのもあるんですけど、自分にない価値観もと感じられましたし、あとこういう機会を触れられるようなチャンスがあったら、この回なんて LINE で連絡をいただいて行きますっていう一言送って決まったことなんで、そういうチャンスが絶対その辺にあると思うんですよ。人のことで変わること絶対あるので、やっぱ踏み出してよかったなって思いますね。今回の動画、今それぞれ持ち寄ってくださった悩みがあると思うので、コメント欄の方にですね、僕の方からそのそれぞれの悩みをコメント書いて、共感できるコメントにいいねを押してほしいです。でいいねが多いコメントを次回の動画にできたらなって思ってます。ということで、皆さん本日はお越しいただいてありがとうございました。これから就活がしばらく続くと思うんですが、皆さんの就職活動と視聴者の皆さんの就職活動が成功することを祈っております。ということで引き続きよろしくお願いします。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。